クスティア県は、バングラデシュの西部に位置し、クルナカンクの一部に属する県である。インドパキスタン分離独立以降クスティアが、県の存在を広めていった。クスティアははじめは、ナーディア県の一部の都市だった。そのクスティア県には、多くの有名人物の家や、作家の死も残している。クスティアにある、シャヒモスクは、宗教の文化的な財産の印を持っていた。クスティアには、 歴史的な人物である、モシャーラフ・ホッサイン、バガジャティーン、ラロン・ファキールなどの多数の誕生場でもある場所である。ノーベル文学賞受賞者である詩人のラビンドラ・ナート・タゴールはこの県内のシェライダ派で住んでいて、その間で彼の記憶に残るいくつかの詩が創作していった。そのクスティアダがイギリスによる植民国だった間は、ナーディア県の一部の都市だった。 1869年にクスティアに基礎自治体が設置された。作曲者であり、歌人でもある s i トゥトゥルはこのクスティアで生まれた。そのクスティアは古代並みの町としては存在がなかった。川の川の証拠としてはエンパロールシャフジャハーンの規制による間に発達していった。英国の東インド会社がこの証拠の使用を広め、 インディゴの植民開拓者や商人はここに置いた。鉄道としては1860年にカルクッタやジャグネシュワールエンジニアワークス、レンウィック会社、モヒに製粉場などが加わる。製粉場や工場といった魅力的な場所として、築かれた英国領の首都にかけて路線をつなげていった。1860年、インディゴの反乱が起き、ベンガル地方の間に広まっていった。 クスティア県出身のシャルガールイコールマドは、これの動作する先駆者の一人である。政治的による税の支払いから差し控えるために、インディゴの多くの農家を吸い込んだ。ダロン・ファキールの墓や礼拝堂が、クスティアに置かれている。1947年のインド・パキスタン分離独立の間、クスティアは、県の存在を広めていき、後に、チュア・バンガとメヘールプールを分割されていった。 その二つの町はかつて1954年に政治的機関の数に加わるガンジスコバダクプロジェクト本部が設置するとともに発達するための魅力的なものとなっていた。クスティアはバングラデシュ独立戦争へ格式総反対の意義を持った。パキスタン軍である27番目の軍隊 A147 メンバーが1971年の3月25日にジョソールからこの クスティアに着いた。4月1日、パキスタン軍が完全に征服され、ムクティバヒにはクスティアを支配することを宣言した。その後4月17日、バングラデシュから礼儀正しい立場で独立宣言を伝えた。その後独立したバングラデシュはいくつかの異なる発達プロジェクトをクスティア県に引き受けられた。1979年11月22日に、 土台であるイスラム大学の石碑がサンティダンがダルールプールに横渡たれたが、1982年にその大学がガジプールに移し、生徒における入学が1985から86年の開会によって始まった。その後1990年1月10日、その大学は期限のもとにまたサンティダンがダルールプールに戻ってきた。クスティア県は、 面積1621.15平方キロメートルを有し、北に、ラジシャヒ県、ナトール県、パブナ県と、南に、チュアダンガ県、ジェナイダ県と、東に、ラジバリ県と、そして西に、西ベンガルやメヘルプール県と、それぞれ接している。ガンジス川やコライ、マタバンガ、ガリホンガ、そして、クマルはこの県内に流れる、主な川である。 また県内の年間の平均最高気温が摂氏37.8度、平均最低気温が摂氏9.2度で、平均的雨量は1487ミ、mm、リメートルを観測した。クスティア県はインドの分配とともに1947年に県として誕生した。その後、クスティア県の一部は、ジュアダンガとメイヘールプールに分割し、後に管理が余裕であるためにそれぞれ県に、 転換していった。クスティア県内の分かれる軍として、現在は、クスティアサダールクマルカリ軍ダウラットプール、軍ミルプール軍、ベラマラ軍、国際軍である。クスティア県の人口は一万三千三百二十四人であり、そのうちの男性が五十点八六パーセント、女性が四四十九点一パーセントである。宗教では、クスティア県全体のうちの九十五点七二パーセントが、 ムスリム人4.22%がヒンディー人でその他の各宗教として0.06%存在する。宗教的な建物として、モスクが3587棟、寺院が185棟、教会が32棟存在する。イスラム大学、クスティア県全体での読み書き能力率の平均では25.8%で、ある。 そのうちの男性では平均で30.9%、女性では平均で48.35%である。クスティア県内の学校施設は以下がある。1986年以降、多くの会社が米におけるビジネスプロジェクトを開始し、今日では国際的倹約の中で重要な役割を行っているカジャナゴールやクスティアでは350もの米の栽培地として置かれる。 ありがとうございます。